市村光一郎君。委員長。市村光一郎君。はい、日本維新の会の市村でございます。今日またよろしくお願いいたします。このような、写真ですね。こういう産着なんです。産着、このような写真をが、ニュースに出てたんですね。このような産着が、で、これは本当にもったいないと、すなわちこのマスクを本当に廃棄するのはもったいないと、こうやって使えるのにという提案といいますか、お話をされた方がおられたということで、でそのニュースを見て、いや、それは本当にしみじみとほどものとするニュースだなと思っておりましたら、なんと私の地元の、お辻さんという方が、川西というところなんですが、これを、作って、これ今、このちっちゃい方は、そのいわゆる布マスクをですね、5枚ばらばらして作ったちっちゃいやつですね。で、ちょっと大きめのやつ、これ6枚でこういうのが作れるんですと。で、このそもそもこれ布、いわゆるガーゼなんですね、ガーゼ。大変しかも質のいいガーゼだというふうに、そのお辻さんはおっしゃっておられました。で、本当にもったいないと。まあ、こういうことで、このいわゆる布マスク、アベノマスクをですね、やはり廃棄せずに、やっぱりしっかりと生かしてたらいいんじゃないかと、活用したらいいんじゃないかということで、ご提案が、あったわけであります。これですね、こうした、いわゆる産着というだけではなくて、学校教材としてですね、こういう、アクリルペイントを使う学校教材、それから、例えば給食の当番で子どもたち、マスクを使うと、ちょうど、マスクがちっちゃいというご指摘もあったわけですから、子どもたちに、今、服飾服の方がいいと言われてますから、今じゃなくてですね、このコロナ騒動っていうか、コロナ禍が落ち着いた後にですね、こうした、600万枚ぐらい、の需要はあるだろうと言われているようでありますから、この子どもたちの、その、給食当番のですね、マスクに使うとか、あとはですね、面白いといいますか、いろいろアイデアのものだなと思ったら、かいわれ大根のなんかその栽培にも、ガーゼは使えるらしいんですね、このガーゼは。また、ガーゼそのものとしても使えると、よくですね、昔は血を出したりしたときは、ガーゼを当ててですね、包帯巻いてたというようなこともありますし、いろんなアイディアがあるわけであります。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。これにて市村君の質疑は終了いたしました。